はい、こんにちは、海坊主です。今回のねシルバーストーンタイムアタックは第10回目、使用する車がねウラカン GT3 エボとなっております。もう終盤ですね。気づいたらもう10回目ですね。あと残すはこれを入れて3回。ウラカン GT3 なんですけどね、これもコースによってまちまちつうか、基本的にはね買いあたりをおろちょろしていて、たまに爆発してるって感じですかね。最近で言うとそうですね、ザントフォールとかそこそこタイム上がってましたかね。はい、ということでね、シルバーストーンはどうなるでしょうってところです。それでは行ってみたいと思います。本日もよろしくお願いします。ウラカン GT3 エボ、タイムの方がね2分1秒917で4番手です。全くね兄弟車 R8 とね本当に近しいところに飛び込んできました。まあでもね、このシルバーストーンはねそんな上位の車とびっくりするぐらいの差はないですよね。まあ比較的近しいところにいる感じではあるんですけど、まあタイムが出てるかって言ったら出てねえなっていう。シルバーストーンはね後でちょっといろいろラインを研究した方がいいのかもしれません。何気にねもう最後まで収録自体は終わってるんでね、もうここで気づいたとしても、編集の段階で気づいたとしてもね、もう何もすることはできないんでね、とりあえず今回の企画としてはもうしょうがないってところなんですけど、ゆくゆくねちょっとシルバーストーンいろいろライン取りを試してみたいと思います。2分台に入るか0秒台に入るか、はたまたね2分を切って1分台に入るかってところなんですけどね。リアルレコードは確か56秒か57秒、今までの傾向だとね、まあ極端なところではない限り、まあこのリアルレコードに近づけてたのでね、2秒とか3秒以内ぐらいには、なのでねまだ上がる余地はあると思うんですよね。ということで本当にね苦労してますけど、あと残すはね残すは2回。まあ俺はね結果が分かってるんですけどね、まあ皆さんは楽しみにしていてくださいということです。それでは今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。